チッス、今日はね、ちょっと新宿お散歩してね、地鶏林さんにね、お邪魔しやーす。ちょっと地鶏食べたくなりましたね、この宮崎さんの。これメニュー表でございやーす。いい感じっしょ。いい感じでしょ。これドリンクメニューね。いやー、ここね、おすすめですよ。おすすめ。住所とか載せてくんで。店内こんな感じでね、この大将がね、非常にいい方でしたね。これまず、キャルパッチョ。まず、キャルパッチョが、いやー、サラダは大事でしょ。サラダ大事なんだよね。もちろんね、まずはビールから流し込む。わあ、いいですね。いいですね。こっからがね、この店のメインですから。まず、小指も立ちますよ、やっぱりね。ほんとに。いいでしょ。こんな感じで、これ、来ました。ああ、いいね。骨までついてますね。いますね。いただきます。わあ、口いっぱいに広がります。この旨味。わあ、これ骨までしゃぶりつきますね。おい、もったいないんで。やっぱり、乞食精神がね、ついつい出ちゃうということで、ね、ほら、もう食えるとか全部食うっていう。これが大事ですね。はい、ビールで流し込みます。最高。わあ、白レバー。白レバー来ましたよ。これ、ごまだれと、これとね、レモンもついてく。ここでね、レモンサワーに切り替えました。ああ、ちょこんちょこんとつけていただきます。いやー、たまらないね。プルプルしてますね、プルプル。ごま油もわっちり合いますね。もう箸が止まりませんよ。これ。何ですか今のこれ。あ、なんか、あ、結構、なにこれ。ハワサビなんていうのこれ。ちょっと、ツーンときたね。ツーンとね。次、レモンでね。わー、最高だね。これは非常に。七味唐辛子もね、かけて。相性抜群ですね、ほんとに。いやー、幸せですね、幸せですね。はい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 。まあね、そんな感じでね。さあ、来ました。桃の叩き。はあ、オーソドックスでしょ。はあ、オーソドックスな叩き。はあ、こちらはね、ポン酢も来たんですよ。だから、ポン酢につけてね。ありゃーす。いやー、気持ちいいね、ほんとにね。もう、最高です。いや、宮崎も行きたくなりましたね。もちろんね、来ました。これ、ささみ天みたいな。これ、ソルトね。これ、ソルトをこれ、ちょっとつけて、ちょこんとつけて。はい、いやーす。いやー、うまいね。ほんとね。いやー、宮崎行きたいね。ほんとに。これ、宮崎は行ったことないんでね。うん。ちょっと、行ってみたくなりましたね。食べて。これ、マンピーね。マンピーも食べて。いやー、たまりません。皆さんもね、ぜひね、こちら行ってほしいですね。最後、口直しのレモン。いい感じでしょ。そんな感じで皆さん、引き続き、チャンネル登録、高評価、いろいろコメントとかよろしくお願いします。